はいじゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第149回でございます。で今回テーマが、えー、今週あったあんなことやこんなことっていうね、ねどんなことだっつ話なんですが、で、もう一個が、えー、と英単語授業に参考書に、そしてはじめ社長さんのドッキリという感じでいきます。まあ多分一番知ったのはね、気になる方もいると思います。自分がダラダラジオで他の YouTuber さんのこと話すことって名前を出して話すことほとんどないので、 まあ、たまに話しますけど、<laughs> はい。ま、あちょっとね、話していこうと思いますので、よかったらお付き合いください。で、まあ、今回テーマだけ見てもね、なんのこっちゃっていう話ですよね。あの、ま、あ今週いろいろあって、例えば、えっと、あれですね、ゲームフェスですね、フェスト、フェストのやつに、ま、あ見ていただいた方本当ありがとうございました。あのー、ミソシーさんとね、モヤさんと出させていただきまして、ちょっとした裏話なんですけど、自分、機関支援をやる、 てててしまってて喉と気管支炎を。で、喋ると咳き込む状態だったのね。で、それを多分、こう、気遣ってくれてか、もやさんがすごいね、こう、盛り上げてくださって、自分だからすごいニコニコして終わってたんですけど、あの、個人的にもすごい楽しい放送ができました。本当にいい人で、お二方とも。もちろんね、ひ帰りおじさんはめちゃくちゃいい人なので、いやーもう、楽しかったですあ。本当にね、来ていただいた方、ありがとうございました。 でまず英単語授業の方からですね、えー、22日にスタートしまして今日日曜日が3本目が上がってるかなパート3が上がってると思うんですがひとまずこれ撮影してる時はまずはパート1とイントロダクションのパート0しかアップしてない状態で喋っているので、まあ、その2つの評価とコメント欄を全部ね拝見させていただいて、まあ、その状態で喋ってるんですけどあのまず本当にありがとうございますあのすごいたくさんの方に見ていただいてて自分の えー、勉強動画って、こう上げてもすぐにそんなに爆発するものは絶対ないので、一日最初にね、まあ、1000, 回 1000, 再1000回再生か、うん、ぐらいいけばいいかなっていう感じなんですけど、まあ、すごい多分、この段階で、まあ、3日経ってるけど、四、う、千、ん、4000再生ぐらいいってて、本当にありがとうございました。で、コメント欄見させていただいて、まあ、いろんなね、コメントありましたけども、すごいこう、あのー、続けてくださいっていう声もたくさんいただいてて、 ま、今の段階ではすごく嬉しいんですけど、あの、個人的には、ちゃんと長く続けて、ひとまず1ヶ月続けるっていうね、話をしましたが、長く続けて、で、それでどう判断されるかってところが大事なのね。やっぱり物事っていうのは、スタートした時っていうのは、基本的に、まあ、目新しいので、そう、なんて言うんだろう、いい評価をしていただきやすいんですが、ちょっと続けてみると、皆さんも落ち着いてこう、いろんな判断をしてもらえると思うんですよ。自分の動画に関しても。で、その時に、 こうね、ダメなところも見えてくると思いますし、でもそれでもやっぱりいいなって続けてほしいなって思っていただけるのかっていうのは、まあ一、二週間経ってからだとは思ってますので、あの、今、現段階ではすごいね、たくさんの高評価いただいてて、個人的には嬉しいんです。すごく励みになりますし、頑張って撮ろうっていうね、思いをいただいてるので、すごくありがたいんですが、そこに安心してしまっては、うん、いけないよねって思って、そうそう,そう、油断すんじゃねえよ、俺、みたいな感じで思ってるので、あの、 嬉しいっていう気持ちをこうエネルギーに変えることはさせていただいたんですが、油断せずにあの一本一本大事にね、これからもアップしていきますので、もしよかったらね、今後も続けていきますんで、ぜひ使ってあげてください。よろしくお願いします。そしてありがとうございました。で、次に参考書ですね。参考書なんですが、以前からね、出す出すと言っていて、で、えっと、もう本当に最終段階が 終わりまして、一応、7月の2週目ぐらい発売、夏休み前に発売できるだろうというのが、出版社の方から連絡をいただきまして、ただ、今仮の発売日は決まってるんですけど、仮なので、まだ言うなという段階なのね。だから、これって言えないんですけど、ひとまず夏休み前には出せそうと、あの、ハプニングがなければ、うん、らしいので、 で、えっと、多分、そのね、参考書って言われても、何のことって思う方もいると思いますので、簡単に話させていただくと、えー、科目は数学です。で、学年は中1と中2のみです。で、この2つの学年の参考書を出します。で、えっと、基本的には、今、こう見ていただいている、ここの YouTube の動画と、えっと、リンクしてる、連動してる参考書になります。なので、えっと、この動画で載ってる問題そのまま普通に出てます。 出てますしそれプラスアルファで、えー、と自分が新しく作ったものでいろいろ入れてるっていうまあいろんなごちゃ混ぜで入ってる感じなんですけどっていう感じになります。でえも、ーま、ちろんね値段とかも全くわからないんですが、えー、結構なページ数なんです一学年が、はい、相当あります。 で、フルカラーなので、うん、多分ね、ちょっと高くなる気がするんですけど、まあ、もしね、書店とかで並ぶ予定なので、なんか書店で見かけたら、あ、ちょっと中見てみようって感じで見てもらえると嬉しいんですけども。で、それに当たりまして、あのー、これ話していいのかなま、まあい、まあ、いいか。<laughs> あのね、その参考書の中に、その正末問題というか、なんか確認テストみたいな、よく参考書にあるじゃないですか。ある程度勉強した後にあるやつ。 で、あれも今回全部作ったんですけど、で、それの動画を撮らなきゃいけないんですね。それも解説動画、もちろん、えっ、ー、と、今、YouTube にはないので、で、それの撮影を発売日までに終えなきゃいけないんです。で、それが、えっ、ー、と、水曜あたりから始めるので、結構こう、タイトなスケジュール、狭いスケジュールで、ガッてやんなきゃいけないんですよ。で、もちろん、英単語の授業は、え、偶数日の、16時って決めたんですけど、 16時に上げると決めてるので、それは守ります、ちゃんと。守りますし、えっ、ー、と、受験対策動画に関しても、まあ、1、2本、週ね、週1週間で1、2本上げていくっていうのを発表しているので、それは守っていくんですが、えー、ちょっとね、バタバタしていきそうなので、あのー、いつも以上に、こう、ツイッターとか、えっ、ー、と、メールいただいてね、相談メールたくさんいただいてるんですけど、それの返信がちょっと減ります。 はいいつも以上にいつも少ないのにねそう申し訳ないんですが、えー、発売するまでちょっとバタバタしておるんですけどもあの頑張ってあの参考書ねいいものにしていきたいので少しあのご理解いただけると嬉しいですはいよろしくお願いしますでまあそんなことがねリアルでありましていろいろ <laughs> で最後にねそのはじめ社長さんのドッキリっていうのを話していくんですがあのー、まあここに関してははじめ社長さんのまあちょっと今回ですね自分はじめさんって本人にはじめさんって呼んでるんではじめさんってちょっと言っちゃいますけど あの、はじめさんがね、今回、そのアメリカ留学するっていう、結局結論と言えばドッキリだったじゃないですか。で、自分はのツイッターで総フ,フォローしていただいてるので、まあ、DM とか送って、たまにこうね、あの、会話って言ったらわしがやり取りさせてもらってるんですけど、すごくいい人なんですよ。本当にめちゃくちゃいい人なの、はじめさん。お会いしたことはないんですけど、まだ。で、今回もね、その、なんだ、ドッキリの方、留学しますっていう動画を見て、もう自分は、 まあ多分皆さんね、ドッキリだと思われた方もいるし、本当に信じた方もいると思うんですけど、自分は200%信じていて。で、あのー、リップで、ツイッターのリップで送ろうかとも思ったんですけど、なんか、こう、やっぱつね、あの人気の方にリップをね、そのなんかどん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 送るのも、あれかなと思って、DM の方でね、結構長文で、あのー、心から応援してますんで頑張ってくださいみたいなのちょっと熱く <laughs> 送ったんですよ。で、その日に送って、多分翌日か2日後にドッキリって、 いううのを判明すする動画上がってたと思うんですけどあのその日のうちにすぐあの、はじめさん返信返してくれてて、で、すいませんって、あれ、ドッキーなんです、みたいな。<laughs> そうなんです。で、もちろん、それを先には知ってたんですけど、それをね、自分が公表するわけにはいかないので、もちろんあの、動画でね、えっと、上がるまでは何も言わずにこう過ごしてたんですけど、で、なんで今回このテーマを、あテーマというか、これを喋ろうと思ったかっていうと、その、ドッキーでしたっていう、 評価の数とかコメント欄もまあね全部見れないですよ。もうすごい数のコメント欄で。とか、その留学しますっていうドッキリの方の動画。で、おそらくそのドッキリっていう、やっぱ信じて方、信じてた方にしてみれば、あ、よかったって思う方もいれば、あ、ふざけんなよって思った方もいると思うんです。でも、そういうねコメント欄がいっぱいあったし、評価もそういう感じになってたから、でも、読んでいてすごく感じたのが、 やっっっぱり愛されててるんんだなってすごい思ったもとも々個人的にもはじめさんすごい好きですしではじめさんが登録者何人ぐらいの時だろうな多分20万とかぐらいの時代からずっと見させてもらっててそうまだ全然前のレオパレスとかに住んでた時ですねあの辺はね。かな時期ちょっと違うかもしれないけどうんでもすごい好きででなんかそのコメントでディスるコメントもたくさんあるんですけどでもディスるコメントなんだけど。 前提としてやっぱり好きで、だからこそふざけんなよっていう気持ちが溢れ出てる感じの方とかもたくさんいて、うん、なんか改めてすげえなって思ったんです。で、その、ドッキリっていうのが、はじめさんからね、送ってきたときには、ちょっとその後もやりとりさせてもらって、で、すごい、はじめさんにも送りましたけど、思ったのが、これ、すごいことになってたじゃないですか。もう LINE ニュースとかにも載ってたぐらいだったし。で、それを、どうしゅう、 即させるというかもうね、こう、マジかみたいになってるところをさ、<laughs> こう、どう落ち着かせるのかなって思ったんですけど、まあ、あの動画上げてて、で、そう、あれの、あの一本だけでもちろん全部が沈静化したわけではないでしょうけど、なんかやっぱりすごいなっていうのを、うん、すごく感じてね。で、なんかそれを、まあ、しゃべりたくなって、今回は。で、ただ、テーマにしちゃうと、なんか、 ね、はじめ社長さんのドッキリっていうのがボンって出ちゃうので、まあ、サブテーマの方でちょろっと書くんだったらいいかなと思って今回ねはじめさんの名前出させてもらったんですがうんやっぱ、うん、いいよね素敵な方だなって改めて思いますうんそう <laughs> っていうあの正直もっと荒れると思ったんですよドッキリって分かった時にそうでもねなんかうんたくさんの方が良かったってそうそうそういうのを見ててさ やっぱ改めて人柄というか動画だけですよもちろんねあのー、なんだイベントとかでお会いしたことある方もいると思いますけどでもこう動画っていうそのツールを使ってだけで伝えられる人間性だけでもやっぱすごく魅力があってそれがみんなに伝わっててそういう風にね思われてるという感じなんだろうなと思って、うん、改めて自分はねあのー 人間性で売っているわけではないので、まあ、そこでね、あの魅力はあるとは全然思わないですけど、自分の動画は授業が、ね、あのメインなので、授業が魅力があればいいんですけど、でも、やっぱり人として、ね、一人の、ハイチは本名ではないですけど、ハイチとしてもこう見てくれてる、特に学生の子が多いので、自分の、ね、チャンネルには。やっぱりちゃ,んちゃんとした姿というか、うん、なんかああいう,ああいう存在になれたらいいな、 なっていかなきゃいけないなというのをすごい思ったんですよね。何歳年下ら多分8歳。はじめさん23だったっけな。それでファンの方違ったらごめんなさい。そう、23、3ぐらいだと思うんですけど、まあ、多分8歳ぐらい下の、ね、ほんと年下の方ですけど、やっぱり、すごいですよね。うん、っていうのを改めて思って、っ自分も頑張んなきゃなっていうのを、うん、思ったんで、ちょっと喋らせていただきました。すみません、最後ね、ちょっとだらだら喋っちゃいましたけど。 で、えっと、最後にね、いつも言ってるように右下にツイッター書いてあります。えっと、アットマーク、ハイチ、アンダーバー、トワルです。で、じゃひらがなのハイチ、これ漢字だとちょっと出てこないので、ひらがな、ハイチの3文字でぜひ検索してみてください。あの、一発目にヒットすると思いますので、もしよかったらフォローの方もよろしくお願いします。では、今回、あーごめん。最後にですね、そう、英単語重要なことで、そうそうそう。あのね、自分ですね、一個お願いがあって、自分、その、英語は、そんな苦手なわけではないんですけど、 一個苦手なところがあって、それが発音なんですよ。で、これはすごいネックなところで、もちろん今回動画を撮るにあたって、本編の発音も結構間違ってたりするともあるんですけど、で、今回は英単語やってるんで、極力めっちゃ調べてやってるんですが、おそらくちょこちょこ間違いがあるかもしれないです。で、その時、あのコメント欄に書いていただけると、 あの、他の方見ていただいた時とか、で、自分気づいたら、あの、動画概要欄に、これ間違ってましたって書くようにはしようと思ってますので、もしあれば、あの、書いていただけると、なんかこんなお願いするの恥ずかしいんですけども、でも、あの、見ていただいてる方のね、勘違い生まないように、極力自分が気をつけますけどね、もし何かあれば、ちょっと協力の方、よろしくお願いします。 あとはそのイギリスの発音、イギリス英語とアメリカ英語かなんかで発音は若干違ったりするんですよねで。参考書によっても違ったりはするらしいので、ちょっとごちゃごちゃしちゃうかもしれないんですが、ちょっとその辺もね、ご理解いただければと思います。では、今回はハイチのダラダラジオ第149回、今週あったあんなことやこんなことというテーマで喋らせていただきました、えー。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。 で、次回150回なんですよね。切りがいい数字なんですけど、特に、えー、新しいことはしないと思うんですが、またね、何か喋っていきますので、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。